グエンタイホックグエンタイホックは、ベトナム国民党を決闘した、ベトナムの革命家である。ベトナム北部に位置する、ビンエンショに生まれ、ハノイの南道書社に学び、民族運動に覚醒する。当時の不釈インドシナ総督バレンヌに対し、ベトナム人労働者の労働条件の改善や、教育制度の拡充、広報雑誌発行を権利したが総督不当局に一周されたため、 実力による独立路線に舵を切り、1927年にベトナム国民党を設立し、自ら党首となる。イエンバイ法規を計画、指導したが、散発的なままに終わり、普通量インドシナ当局によって捕らえられ処刑された。現在では多くのベトナムの都市に、グエンタイホックの名前を冠した通りがある。1975年4月のイゴン陥落以前は、 ベトナムは政治体制の違いから南北に分断されていたが、その頃からグエンタイホックの名前を冠する通りは南北いずれの都市にも存在しており、広くベトナム人民から尊敬、支持されていたことが伺える。その中で最も有名なものは首都ハノイにあるグエンタイホック通りである。ありがとうございます。